皆さんこんばんは、ななみです。今回は私自身もすごく気になってた、RMK のハイライトとこちらの3のシマリンググローディオ01番の、ハイライト比較をやってみたいと思います。それではビデオスタート。はい、ということでね、私もすごく気になってた比較ではあるんですけど、私がねいつも使ってるのはこっちの RMK のグロースティックゴールドっていうやつで、で実際手に塗るとこういった感じです。私はこうやっていつも指で伸ばして使ってます。これも長いこと使ってるんですけど、まだ全然入ってます。こっちが3のハイライトです。こっちはね、あのチークに使えるみたいなので、ちょっと今回は省きます。ここのハイライトの部分だけ、はい、手にのせると、はい、こういった感じになっています。上が RMK、 下が3ですね。まあ見た感じだとこっちの方がね結構すごく輝いてるような気がするんですけど、あのね全然質感が違くて、こっちはちょっとだけあのベタベタはしないんですけども、どっちかっていうとこっちの方がサラサラですね。塗ってすぐこうサラサラになる感じで、こっちもサラサラにはなるんですが、こっちに比べたらペタペタ感はあるかもしれないですね。ちょっと今ね、私まだハイライトを塗っていないので、まずここの三角逆三の部分から、こっちが RMK、 こっちが3っていう感じで塗っていきたいと思います。私はね結構こう直接手につけたのをここにちょっと一回ペペペペペってやってから肌にのせます。髪をしまい込みます。まずここから、RMK を今こんな感じになりました。でこっちは今何もしてない状態です。これは本当にペタって置いてトン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 ってするとすごいね綺麗なテカリを出してくれるので、めっちゃ気に入って使ってました。じゃあ続いては3の方ですね、のせます。あのね、こっちの方がどっちかっていうと本当サラサラなんですよね。はい、今塗り終わりました。こんな感じです。どうですかね。こっちが RMK ですね。でこっちが3です。光の加減もあるかもしれないんですが、こっちの方がツヤ感が、結構出てるんじゃないかなと思います。塗り心地はこっちの方がちょっとしっとりしてるかなって私は思って、こっちの方がどっちかというとサラサラしてくれる感じですね。続いてこの頬骨のあたりですね、塗っていきます。次は3ですね。こっちが RMK ですね。でこっちが3です。こっちが RMK、 こっちが3です。どうですかね、私はこう肉眼で見た感じすごいこっちの方が綺麗にちょっと見えちゃってるんですが、こっちの方がなんかちょっとこう素肌からツヤめいてるような感じが出せてるような気がします。いやー、どうだろう。まあ決定的に違うところといったらお値段なんですけど、こっちが2000円台で、こっちが4000円台なので、かなりお値段の方は違うかなと思います。値段が違うって言ってもこっちはスティック状タイプで、あのハイライトだけなんですけど、こっちの3のハイライトはこっちがハイライトで、こっちがチークになるということで2種類ついてるんですよね。なので本当に全然内容的には違うんですが、ハイライト感は私はこっちの3の方が素肌からツヤめいてるような感じがより出てるかなと思って、こっちの方が私は好きでした。でこの RMK の方の、グロースティックなんせ本当に小さいので、本当にポーチにピッて入れとくだけで持ち運べるので、ちょっとこっちを持っていくってなると結構大きめになってしまうかなとは思いますね。はい、それでは早速比較です。こっちが RMK、 そしてこっちが3です。どちらもそんなこう剥がれちゃった感じもなく、皮脂と混ざってドロドロしちゃってる感じも頬に関してはないですね。鼻のところにちょっと塗ってみようか。
今鼻にハイライトをのせてみたんですけど、こんな感じになります。やっぱ今塗って気づいたんだけど、 RMK はこう今みたいにディッディッディッって塗ると正直ファンデが崩れます。だけど今3でセッセッセッってった感じ、下のファンデーションが崩れた感じが全然なかったので、リキッドファンデーションだとこういう感じで塗って大丈夫ですね。やっぱり3の方がサラサラなんじゃないかなって思っちゃいましたね今。はい、ということで今回は私も気になってた RMK のハイライトと3のハイライトを比較してみました。まあ、このハイライトはこっちがハイライトで、こっちがシェーディング効果があったりだとか、チークになったりっていうので2つでワンセットっていうのがすごくいいなって思ったっていうのと、素肌に近いようなツヤ感を出してくれるのは3な感じがして、私は3の方がいいかなって今思ってます。で RMK なんですけども、 RMK の方はやっぱり魅力的なのはお値段っていうのと、持ち運びにすごくいいサイズ感っていうところですかね。やっぱりこうハイライトだけでいいよっていう方は、安くて綺麗でよれずにこんな感じのツヤ感をずっと出してくれてるので、学生さんなんかはね、特にデパコスのハイライトであのお値段を出すっていうのはちょっとためらう部分ではあるかなと思うので、そういう方には RMK の方がいいんじゃないかなと思います。やっぱり自分で見て触って感じるのがね、まあ、一番だと思うんですけど、迷ってる方はぜひ、チェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。